皆さんこんこにちは、鈴ですでやっほいいやしかし今日は暑い顔の様子がおかしいんですけど今日は一日オフなのとどうせ夜バレエでめっちゃ汗かくから化粧しなくていいやって思ってしてませんあんまりあんまりしてません <laughs> してないって言ったら嘘だわ私すごいの目の下のクマ目立ちすぎてやばかったからちょっとそこは塗りました <laughs> 体重公開ダイエット今日は19日目 えっと、昨日話した通り明日が最終回になります、まあ昨日ねちょっとねスタートした時の頃からの動画をちょっと見返してたんだけどいやいろいろあったなとこの短い期間の中でもそしてやっぱり太ってた最初の方の動画見たらまあその話はちょっと測ってからに置いといてあそうだそして昨日は ラストスパートをかけてバイト12時かなに上がったんだけどその後帰ってきてから走りに行きました走りに行ったからどうかなその効果が今日出てるといいんだけどうんかゆ <laughs> よしじゃあ早速ね体重を測ろうと思うんだけど昨日ねコメントにあったの「体重計に足乗せるとこまで移してほしい」ってまあ確かにそうだよなと思ってさ で、私、一番最初の動画で言ったんだけど、この私のいる部屋がね、特殊だから、ここしか映せないとかっていう意味わかんないことを言ってたんだけど、ここしか映せないんだったら、体重計をこっちに持ってくればいいじゃんって気づいたの、私昨日。最終回を目前に気づいたの。今更。<laughs> えー、思ってる人いたね。別にここに体重計持ってくれば、ここで測れるんだって思ったの。何もね、別に自分が移動してることなかったんだよね。はい。 今ね、体重計持ってきたんだけどさめっちゃ配置に困った <laughs> めっちゃ大変だった <laughs> 足が移りすぎるからさあーめんどくさかったよかったあの今回と最終回だけで今日の体重測ってみるぜ <laughs> あここにちょっと見えてるのが体重計ねいきますあっち <noise> よしわすごいやった、ね、え待って 見えない。す、すごいえ、すごいあ、なんかタるルつってる。あ <laughs> あ、嫌だ。やっぱいつもと違うことするのは嫌。よしょ。あっちうん、乗ってるとこ見せるの大変だった。いや、普通のことなんだろうけど、私の部屋と、このスマホで撮ってるのだと大変。あと足見せたくないし。やば、汗かいた。そうすごいちょっと。行くよ。 体重公開ダイエット、十、十九日目。本日の、測定結果は、たらりらったらー。じゃん。53.0でしたー三5 3 0えっやった。え、とりあえずメモ <noise> え,え,え,え、昨日から 600g。 今回のダイエット史上、一番低い、少ない体重です。最終回間近にしてやった。え、昨日、昨日走ったからかなあれかも。まあ、走ったのが良かったのかもしれないんだけど、お腹とかすごいマッサージして、今日は結構あの、体の巡りが良かった気がし、しがし、気, <laughs> 気がします。53.0だよ。ね、久々なんだけど、こんなに体重公開ダイエットの動画で喜んでんの。嬉しい。 え、嬉しい。なんか最後の最後に向けて嬉しい。とりあえず今日、バレエ頑張って、最後できる限り減らそうと思います。はい。ということで、今日の動画は、この辺で。本日もご視聴ありがとうございました。久々だよ、マジこんなニコニコしてんの。また明日の最終回動画でお会いしましょう。すずみでした。バイバイ。明日も見てね。